特撮にキネキが決める、衝撃を受けたスーパー戦隊の伏線回収トップ5。第5位、王様戦隊キングオージャーより、レインボージュルリラ。物語序盤での伏線回収に度肝を抜かれた。オールドルッターオールドルなのに思いもしなかったわ、稲見だね。回収するだけじゃなくて、この辺から物語急加速していく感覚がめちゃくちゃ気持ちいい。第4位、機械戦隊全カイジャーより、神。壮大すぎる伏線回収やで。大きな仕掛けを施して、虎視眈々と神を出す機械を伺っていたということだ。実は全てを操作していたっていうね。あまりにもことを広げすぎなくない。第3位、海賊戦隊ゴーカイジャーでの、未来戦隊タイムレンジャー界より、未来。二度と過去に戻ることの許されないドモンは、もう我が子には会えないんだと思っていたのに、名前がまた泣ける。俺に似てハンサムじゃねえか。本編終了から十数年後。こんなに涙が出るとは思ってもみなかった。第2位、列車戦隊特急ジャーより、頭脳は子供。中身子供やったんか。初回放送開始前の第一印象は正直最悪やってん。子供っぽいって思ってたから。子供なんやから当たり前やんな。第1位、侍戦隊真剣ジャーより、影武者。我先にと家臣よりも先に攻撃してたり、後から見返すと盛大なネタバレ祭りよ。人が言われたくない悪口を言い当てるあやかし、図星飯に嘘つき大嘘つきと攻撃されていたね。しかもダメージ大。嘘つきの伏線に9ヶ月以上もかけてから回収した神作品。お前らもスーパー戦隊の衝撃的な伏線回収あげてけ。